你收看的频道是牛奶大师师师师台。Hello， 各位观众朋友，大家好，我是大老师。OK， 现在我们继续前往下一个地图喽。下一个地图应该就是剧情的，不知道是打 boss 还是怎样。那我们钱存够了，可以买一个装备，仪式创上有装扮，充分展现出了王都贵族的高雅。哎，还不够，还差72块。抱歉，抱歉，我的感冒还没有好。现在有东西可以打吗？好像没有。哎，有有有，差72块。哎呦，应该有了吧？有有有。还有一只，没东西。OK， 走。应该不是要打 BOSS 吧？嘿嘿。安娜的宅急便です。就。不过不能卖装备，我觉得有点不是很好。哇、哦，好帅哦！果然很像安古拉。唱赛亚，哇，帅气呢！有没有变帅了？那就走吧。哦，好像打 BOSS 了。那地图。这应该是第一章最后一个关卡吧，我猜的。毛毛，你有闻到吧？狼骚味，不太妙哎！现在，真是失策，都忘了还有这种东西在森林里。臭玩意，先不开玩笑了哦。走了那么久，不要说你累不累，我都飞累了。真的遇到路狼，比较硬杠，该跑要跑。知道啦。嘿，才在说而已，就来了。我来来来来来，只有一只。我记得他们都是群体行动的说，我靠，后面是不是三只而已？怕什么？毛毛，你以后真的不要在这种时候说话，这种时候说话，这下够群体行动了吧？这次是我不好，算了，看样子他们也不想让我们，没想要让我们离开，搞定这一批，今晚吃烧烤鹿狼肉，自己小心别轻敌了，这回我们可没有老大和奥胖帮手，当然，准备好要上喽，很弱啊，哎呦。那个某某一击就可以杀他们了、哦，某某一击也可以跟他们。这是新招式吗？哦，这个可以回旋呢、哦，还来呀、啊！天哪，臭玩意，这根本打不完，该跑了。气死了！车轮战根本都不公平嘛！别管什么公不公平的，往这边突围，我们绕里面路回去。小心！哇，有大只的！哎呀，要死了！真的，这是什么新品种？小的搞不定我们，老大就要亲自出马了吗？看他那样子，不是很想让我们离开。是啊，既然这么早死，那我就把他给剁了吧。那么见识身手者的厉害。来呀、啊！哦，一只而已。哎呦！啊、哦，还有，我在追。哇，这个会飞耶、欸！这应该很多只。
好像玩的版本是标准版的困难度，标准版的困难度。我现在已经不追求什么无伤了，还有吗？哎哎哎，嘘だろ。あの赤色のボスを倒したのにまだ襲ってくるのかよ。大勢を相手にする場合はそのトップを狙えって言うじゃんか。誰だよそんなことを言い出したの。そいつを捕まえてぶん殴ってやる。モモスパークフライトでなんとかなるかも。試してみるしかないな。あいつらに一発かましてやれ。よし、モモスパークフライト。一体どんな大技を出したんだよ。私じゃない。とにかく今のうちにここを離れようぜ。行こう。何の匂い、吐きそう。生臭い。これは一体。何かが近くにいる。静かにしろや。この気配は普通じゃない。なんだこいつは。まさか伝説の水獣なんてこと。ファイナルパニッシャーが。ちぎえよ。変なこと言うな。わけわかんない伝説の話なんかしてる場合じゃねえし。できることなら俺もそうは考えたくないよ。モモ、こいつはスピードが速い。俺たちはきっと逃げ切れない。わかるよな。逃げ切れないなら倒すしかない。ただの生臭いお魚だろ。行くぞ。今晩のおかずは焼き魚だ。おお、来了来了。我靠呀。你好，我先。OK。这个很难无伤吧。好像没办法，我就要弄那个，你想那个，你吗？哦，没有没有，昏倒而已。我就要弄那个两个蓄力攻击那个比较好用。是蓄力攻击两次。哇，
迟到了，糟糕。深海渔王，就跟那个第一神那个歌讲错，不是第一神，第一拳超人那个深海渔王，有点虐趣。你的吧？Hold F1 to open keyboard。谁还没死啊？哇，断了！门杀，剑が折れた。くそ、ダメだ。叶わない。モモ、早く逃げろ。何バカなこと言ってんだよ！ワイン置いていけるわけねえだろ！聞けよ。こいつの前で。俺たち二人が一緒に逃げ切ることは難しい。でも、モモなら飛べる。誰がそんなくだらない話を聞くかっていうの！これも作戦だよ。阿吽の呼吸ってやつ。そんなもんねえよ！しっかりしろ！来るな！バカモンスター！アホモンスター！マヌケ野郎！お前の母ちゃん！超スーパー大バカ野郎！これ以上来るんじゃねえ！モモ、早く逃げるんだ。俺が援護する。誰がそんなこと頼んだんだよ！バカワイン！ワインが残るなら、私も残る！也太快GG了吧。话说那把剑，我可是花了好几千块买的，就这样断了。この野郎、お前の相手はここだ。俺の姉さんに触れるんじゃねえ。離れろ、あっち行け。せめて桃だけでも。この力は一体何なんだ。まったく。最悪だこの状況。モモまだ生きてるか。ちくしょう、なんで溜まってるんだよ。いつものように俺に嫌味を言ってくれよ。どうしたんだ？助かったのか？誰だ？姉さんを、助けて、俺の姉さんを。そうか、戦乙女が。
ったのか。俺の魂を迎えに。本当に悪い花ってあったんだな。でも人違いはしないでくれ。姉さんはまだそっちに行く必要はないんだ。自分のものでないものは手にしてはならない。ちょっと俺の話聞いてるのか。聞いてくれよ。戦を止め。連れて行く人間を間違わないように頼むよ。あんた、戦を止め、なんだろう。いいえ。お願いだ。俺の姉さんを助けて。ラ、ラ、ラ。パール、花、の、子は、略。脱者の子、戦うために生き、戦うために死。船に乗り、暴風の海を黄昏の時は主の後悔に浸りながら死んでいく。これもお前たち一族が受けるべき呪い。禁忌を破り危険を冒した若き森の番人よ。これは自業自得。お前はあの人の。これは宿命かしら。
Hello， 各位同胞。对，没错，这张是到这边结束，没错。然后刚才主角应该，哥、哦，我先讲一下，就是主角应该是不会死，没有死的、啊，因为刚刚那个女生有看到她拿的项链跟主角脖子上面戴的项链是一样的。然后主角好像有提到奈尔，对不对？奈尔，我记得是圣女之歌拿弓箭那一个，是吗？有点不确定，太久忘记了。好，我记得有 DLC， 我记得我已经出 DLC， 可是我不知道在哪一章，应该是在某一章的支线，不是这个，就是他现在更新的不是，这边剧情的之后，我记得是这样。那我们先看一下这边的动画吧。
OK， 所以第二章不知道怎么出，所以第一章的 DLC 好像在某一个支线那边，所以我们用安安宅急便绕过去去看那个剧情就好了。好，哎，还有。那我们这一集就到我这边结束啦、啊。那这一集算是第一章结束了。OK， 好，那喜欢我的频道，欢迎到我左下角的图案按一个订阅，以及到我粉丝按个赞，以及追踪最新消息。那我们 see you next time 啦，谢谢，拜拜。